はい、今日はですね、私のクライアントさんでもある、粉雪資本の前川さんからですね、新居のお祝いっていうことも含めて、あと彼女の、資本の、ね、販売サイトが始まるということで、その宣伝も、ね、含めた状態で素敵な資本を送ってくださったので、今日は開婚式ですかね動画を撮ってちょっとね、お見せ、皆さんにもねお見せしたいかなというふうに思います。でこちらのね箱に入ってまして、はい、彼女のねロゴが印刷されている、こんな感じの、はい、箱にね入ってて、しかも結構ね丈夫で立派です。そして開けると、じゃん、こちらにねこんな感じの、チラシですね、高級感ありますね。で裏には資本のね、取り扱いの注意とお召し上がり方ということで、口に入れた時の食感を大切にしているため、直接手に触れるとしっとり加減で手につきますので、そのままお召し上がりいただくか、器にのせてフォークでお召し上がりくださいとかね、そんなご注意とかも書いてあります。はい、で今回はですね、こんな感じでメッセージカードもいただいてますけど、これはチラ見せ私にね、いただいてるメッセージなんで、こちらはチラ見せで、こんな感じでですね、可愛く梱包されてますね。フレッシュパイナップルで、ちなみにね、粉雪シフォンのことね、わからない方いらっしゃると思うんですけど、米粉で作ったシフォンケーキです。教室もやってますし、販売もやってます。今度新しくカフェオーナーさんの、ね、ための、レシピを教える講座とかもスタートするんですけれども、ノングルテンオイルフリーで、岡山の、ね、特産 の、 そのフルーツとかを使った特色のあるね、こんな感じ、一個一個可愛く包まれてます。フレッシュパイナップルが2個ですね。こんな感じで斜めに入ってるのかな。はい、全部でね8個入りっぽいですね。はい、2個、あと抹茶シフォン、濃厚抹茶&ほうじ茶っていうタイプのものですね。はい、で、あとこちらがヨーグルトラブズベリーマーブ、ちょっと味の想像がつかない素敵そうな感じです。そして濃厚ココアのブラックマーブ、ちょっとピントが合わない、こんな感じ、はい、ココアマーブ、こんな感じです。はい、なので4つのフレーバーですね。はい、これをですね、ちょっとせっかくねいただいたんで、食べてちょっとレポートもしていきたいなというふうに思ってますので、一旦こちらこれで失礼します。はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。今日はですね、私のクライアントさんの粉雪資本の前川さんからですね、お祝い、新居のお祝いということで、シフォンケーキの詰め合わせをいただいたので、このね味をちょっとレポートしていきたいかなというふうに思います。ギフトボックスに入ってるね、こんな感じのリーフレットも可愛くいただきました。ガチで本気で行こうと思いますので、こんな感じの紅茶も用意いたしました。はい、ではですね、綺麗にねこうフォークで食べるっていうのもありらしいんですけど、なんかガチでこうハフって行ってもいいようなんで、ちょっとそっちで今日は食べてみたいかなと思います。どれ行こうかな。ココア、フレッシュパイナップル、ヨーグルト、ラブズベリーマーブル、重たい感じのは後の方がいいか。味が濃いの先に食べちゃうと分かんなくなっちゃいますからね。じゃあちょっとこの気になるですね、このフレッシュパイナップルですね。はい、これをちょっといってみたいと思います。シールもね、かわいいシールです。じゃーん、パイナップルのシフォンか、夏っぽいですよね。
な感じでいただきます。私が企画を一緒に作っておいてなんなんですけど、シフォンってもともとなんか水分が欲しくなっちゃう、小麦で作ったシフォンって水分が欲しくなっちゃうので苦手だったんですよ、私もともと。で、私が米粉の、市販っていうか、白神言葉でやる米粉の方の、ね、講座の実は資格とか持ってるんですけど、その時にパンがメインでちょっと余暇でね、シフォンみたいな話とかがあって、シフォンそのものは習っていないんですけども、米粉の原理を使ってシフォンを昔作ったことがあったんですよ。 100% で結構大変で、ただその代わり彼女がね表現するようにふわじゅわっていう音っていうか食感っていうくらい、なんかねこうすごいこう垂れるぐらいにこう漬け込んじゃう、こうプル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 するんですよ。シフォンとかカステラってプルプルしないじゃないですか。それぐらい柔らかく水分量がね入ったきめ細やかな生地ができるっていうのが特徴で、なんていうのかな、パサパサした感覚じゃなくてふわっとした感覚でね食べれるんです。すごく美味しいんです。ね、パイナップルの味が、あと粒々が来てすごいねじゅわっとする中で濃厚な感じで美味しいですね。これカステラとかのタイプのめちゃめちゃ柔らかいバージョンみたいなで、水分量も結構たくさんあるので、すごくじゅわっとした感覚で食べれます。そっか、全部甘い系か。じゃあちょっと今度この和風のやついってみたいと思います。彼女はデザインシフォンとかも得意なので、こう2色タイプのこういうやつとかゼブラとか綺麗なねバージョン、あ、これもそうなんだけど、こんな感じの混ざったような綺麗な切り口のタイプのシフォンとかも作ることができるんで、これはですね多分ダブルの味わいのはずなんですよ。この感じでいいと、こっちが多分抹茶で、こっちがほうじ茶なんで、多分ね和風に合うんじゃないかな、すごく。こんな感じで、はい、なんで真ん中食べようかな。抹茶まず1個ずつ食べようか。小豆は結構しっかり入ってくるから和菓子的なギフトにすごくいい、ですね。よし、真ん中は最後にしよう。ほうじ茶、ちゃんとほうじ茶の味がしてます。あ、いいですねこれ。私好みです、このほうじ茶の生地。甘くないんです、そんなに甘くない。こっちは甘いんですけど、こっちそんなに甘くなくて、これ単体でもいいかもぐらいな感じですね、私は。大人な感じのビターチョコレート、そうですね、カカオが90とかあるじゃないですか、チョコレートで、あれな感覚なぐらいのほうじ茶、いいですね。ほうじ茶結構好きだ個人的な好みばっかりついて、真ん中行ってみたいと思います。真ん中は両方の甘いとそうでもないっていうののちょうどいいバランスで、この真ん中美味しいかもですね真ん中美味しいかもとか言ってきた。朝食的な食べ方もありだな、ほうじ茶だったら、と思います普段こんなに甘いもの食べないんですけど頑張ってレポートしてます。ヨーグルトのラズベリーマーブルということで、ヨーグルト味もするんじゃなかろうかと思われますね。こんな感じの生地が基礎になってて、ラズベリーとヨーグルトだからちょっと酸味があるんじゃないかろうかと予測しております。
あのふわっとね最初に広がる酸味があるあの爽やかな匂いと、あとここを食べてもここもラズベリーなんで、あんまりこう甘くない感じなんで、大人の女性の、あのシフォンっていう感じで食べるのに、色も綺麗だからフォトジェニックなんでインスタ映えとかするんじゃないですかね。ラズベリーとヨーグルトの風味が口の中で広がる感じで、ラズベリーの果実とかもうちょっと入っててもいいかなっていう気もしないでもないですが、多分ラズベリーソースとか添えたりとか果物を添えて食べたりするのに向いてるシンプルな、ベーシックな味でいいと思います。はい、これがヨーグルトのラズベリーマーブルです。で最後ですね、濃厚ココアのブラックマーブルっていう、まあこの感じですね。こちらはココアなんでしょうね。こんな感じでマーブル模様になってます。いいです。チョコレート好きな人はチョコレートケーキのあの濃厚な味わいは残しつつもねっとりしてなくって軽い口どけで食べれる食感です。でもビターな感じのあのチョコレートな感じなんで非常にいいですね。あとこれに白いホイップっていうかねつけるとフォトジェニックですしね。もうここに近づけただけでチョコレートの濃厚な香りがふわっとくるし、あんまり甘くないですね。全体的にあんまり甘くないから、私はあんまり甘い、あと多分もっと甘いタイプのもあると思うんですけど、私がそういうのを好みだっていうのを彼女知ってて多分セレクトしてきてくれてるかなって思いますけどね。あの元々のコンセプトがそういったシフォンをねギフトに使いたいっていう人向け、あの珍しいシフォンなんでそれをまあプレゼントであげたい人向けだから、パッケージもねすごくしっかりしたあの可愛らしい箱で、あれね箱自体もまあ使いたい人は使えるんじゃないですかね、その後もね。とあとはあの彼女のシフォンケーキのクラスを学んでみたい人が味を知りたいとかいうなんか問い合わせがまあまああったみたいで、その人たちにこのギフトボックスを渡して食べてもらって習うかどうかを決めてもらうみたいなお話とかも言ってあったので、そのお試し的にも使えるかなって言ってました。単純に販売としてのギフトもそうだし、あの講座をね習いたい人がどういう資本なのかっていう味を知りたい人のためのお試しセットみたいな感じの位置づけで使ってるって言ってました。でもね、あのすごく私のクライアントさんだからって言ってるわけじゃなく、あの普通に美味しいです。あシフォン、しっとりシフォンでかつちょっと味わいがビターな寄りに作られているので大人の方もいいと思いますし、ちょっとね高齢のお年を召した方もこれぐらいの大きさだったら結構ね朝食的に食べていくのにも一口で、一口っていうかちょっとしたねあのサイズで食べていくのも非常にいいんじゃないのかなと思って、はい、おすすめでございます。なんであのちょっとまだちゃんと販売サイトまでできてないかな、あの直接ですねあの粉雪のサイトないしはFacebook とかで前川直子さんを探していただいてですね、あの問い合わせて買いたいことは言って、まだ正式リリースしてないのかな、あの、まあ、その、ね、リリースと同時に買いたいっていう方はぜひ直接お問い合わせしてみていただければいいんじゃないかなっていうふうに思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは。